怪物が潜んでいるかもしれない。注意を警戒しろ。民間人遅れるのよ。生き延びたければ俺から離れるな。非常事態だ。民間人も働いてくれよな。戦えない奴は奴らの餌にしちまうぞ。そういうな。できるだけ俺たちが守る。銃を持ったのは初めてか。ビビんなよ。銃口を敵に向ける。引き金を引く。簡単だ。手が震えてたけどな。エレベーターはこっちだ。核壁のロックを解除する。怪物だ。仲間が襲われてるぞ。怪物を撃て。こいつら大軍だ。助けてくれ。なんて巨大なんだ。あの牙を見ろ。こいつらだ。一匹残らず駆除しろ。襲われてみんなやられた。助かりました。何が起こっているんですか。下から脱出するぞ。エレベーターに向かう。エレベーターは動かない。ケーブルをやられたようだ。このルートはダメか。戻るぞ。エレベーターが使えないとなると AFV 用の道がある。それを通って地上へと向かう。核壁を開く。下がっていろ。AFV用の道だ。シャドウに気をつけろ。地上へ向かう。ついてこい。怪物を倒す切り札がある。上のフロアにコンバットフレームの格納庫があるはずだ。急いで格納庫に向かいましょう。コンバットフレームがありゃあんな化け物に負けるし。仲間が危ない。助けるぞ。突入して仲間を援護する。いいぞ民間人。お前には素質がありそうだ。太陽から来るぞ。チキシャー。生き延びるためには戦うしかない。やるぞ。これでいいんだ。すぐに移動した方が良さそうだ。行くぞ。ついてこい。待ってよりも無駄がうまい。誰一人文句はない。格納庫にコンバットフレームがあるはずだ。あのロボットみたいなやつだよな。誰かコンバットフレームを操縦できるやつはいるのかよ。ルーソーがライセンスを持ってる。任せておけ。その話は後だ。開けるぞ。怪物が中に入り込んでいるぞ。こいつ出来上がったんだ。くそ、コンバットフレームが壊されちまった。とにかく敵を倒すんだ。使えるコンバットフレームはなさそうだ。一つ残らずダメか。もういい。脱出するぞ。ついてこい。兵士になる。こいつらが吐く液体は酸だ。俺たちを溶かそうってのか。冗談じゃない。そんな死に方はごめんだ。浴びたらただじゃ済まないぞ。やられる前に撃て。新手がいるぞ。一日で怪物がいるぞ。一体どれだけ役を撃ちまくる。戻ってない。こそさ何を弱気になってこいつが現れたってのに地上の奴らは何をやってんだ。きっと救援部隊が来るさ。弾は戦闘は覚悟してたが、こんな大軍とここは怪物の国か。誰か応答してくれ。現在地下で怪物と交戦中。救援を要請する。ダメか。こっちだ。ついてこい。あの怪物はどこの動物園から逃げてきたんだ。10メートルの怪物が群れを成しているんだぞ。こうなる前に誰かは気づいたはずだ。よほどいい隠れ家があるってことか。天井が崩れたぞ。道が塞がっ
しまった。天井に穴だ。穴から怪物が出てくるぞ。お前、民間人の割になかなか度胸があるな。軍人に向いてる。志願したらどうだ。ルートを変えるぞ。こっちだ。俺は誰よりも疑う前に。数が多すぎる。こんな大群、一体どこに隠れてやがったんだ。悪夢だ。俺は封印症なんで、眠れなくなったらどうしてくれる。まずは生き残ることを考えろ。救援部隊はバナナのだ。この先に行く。この核壁の向こうだ。怪物がいるかもしれない。注意しろ。核壁を開くぞ。ルソ、待ってください。心の準備を。ドアの向こうは怪物だらけに違いねえ。いいか、ロックを解除する。誰脅かしやがる。やれやれだ。先を急ぐぞ。地の中で遭難するとは思わなかったぜ。なぜ地上から連絡が来ない。きっと今頃救援部隊の準備をしてるさ。どっちが多くやるか勝負しようぜ。いいね。そろそろ救援部隊が到着する頃だ。今頃は地上で待機しているに違いない。俺は応答してくれ。地上の状況を知りたい。くそ、地上の奴らは返事をしない。問題が起こっているのかもしれないな。何があったにせよ、今の俺たちほどひどくはねえさ。地上には救援部隊がいるはずだ。ここを出れば助かるぞ。するはずがない。外れだ。新しい仕掛けはどうだ。あの怪物はどこかの国の兵器かもしれないな。そんなバカな。生物ほど恐ろしい兵士はない。実際のところはな。そんな SF を読んだぜ。宇宙船にネズミが紛れ込むやつだ。宇宙旅行中に増えて食料全部食っちまう。機械と違って生物は繁殖する。おい待てよ。まさかあの怪物増えたりしないのか。こっちに来てくれ。戦う理由はあるのか。このままに。軍曹、無事でしたか。地上に出る。核壁を開けてくれ。それが壁の向こう側に怪物がいるようなもん。上官は誰だ。そうか、だがルートはここしかない。怪物を撃破するぞ。核壁を開け。イエスサー。敵だ。ハードな位置に思ったより嫌がるぞ。数が多すぎます。いるんだ。全滅させろ。決め止まりました。死ね、バカ者め。死ね、死ね。落ち着け。冷静になれ。頭がおかしくなりそうだ。ちょっと怪物と戦うなんて想像したこともなかったぜ。出口はすぐそこだ。地上へ出れば助かる。押し寄せる円盤撃ち落とせ。